モーグリがいる。僕が見えるの、クポ。あなたたちは選ばれし人、クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤ、クポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだ、クポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけ、クポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしい、クポ。商品はみんなで集めた名品、珍品、クポ。モーグリメダルと交換する、クポ。まずは会員になってほしい、クポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしい、クポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろん、みんなを幸せにする、クポ。それがモーグリの使命だから、クポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次、どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。ええ？だから張り切るよね。確かに、そういうやつもいる。私、そういうやつ。よろしくね。誰か腕自慢はいないか？シンラの兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか？よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよ。くれぐれも気をつけてな。片付ける。終わりだ。はいはい。よっと。そっち行き止まり。工事途中でやめちゃったみたい。急ぐぞ。
受けてやる。飛んでけ。もらうね。それ見てて。よっと飛んでけ。いいか、見極める。落ち着いていけ。いいとこ見せなきゃ。いただきます。終わったね。気負いすぎる。はいはい、おしまい。やっやっやっほっ、来い。頑張って行こう。うわっ、おやすみ。進むぞ。五番街スラム特製ミートボールはいかが？
め、急いでるぞ。消えろ、悪いな。悪くない。遊んでいる暇はない。邪魔させないよ。よし、アバランチの魔鉱炉爆破はウータイと共謀した。おお、聞いたぞ。倒してくれたんだって。市民の魔鉱炉のロボットがスラムで迷子だなんて。やっぱり爆発が原因かね。やつら魔鉱炉を警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。ところによっては雨が降るかもしれない。アバランチのやつらは8番台、魔鉱炉が止まったら生活できねえよ。おう、あんたか。何でもやって言うのは、実は女房の命日なんだが墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵、麦に相談してみる。爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり、マコールを狙うなら私も知りたい。もしかして墓地の鍵探してる？
運がいいな、クラウド。有名な泥棒が軍から盗み出したんだって。モグヤに渡したからモーグリショップにあるんじゃないかな。ねえ、もしかして墓地の鍵ってある？あるクポよ。さすが僕のお店クポ。毎度ポ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな、クラウド。もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。やるぞ。うん、やるしかない。気をつけ。フォローを頼む。私の出番。これだね。クラウドもお祈りしてあげたら？俺はいい。報告に戻ろう。アバランチの魔光炉爆破はお前に売る武器はない。なぜなら定員は。また世話になっちまったな。これは報酬だ。
先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理、女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな、墓地の鍵だ、モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。 5000？ 金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。アバランチの行いに対し多くの住民たちが避難の声を上げて。私たち頼りにされてるね。ああ、ミトガル市民たちによる。楽しくなってきた？ああ。じゃあ顔と声に出して。何でもや、客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。アバランチの魔法炉爆破はウータイの凶暴スラムまで落下されないわ。市民の間には模様が広がっている。冷戦から5年、人々はまだ本当を続けている。あ、エアリス、どう？お花、なかなかいい感じに飾れてるでしょう。うん、とっても素敵でしょ。そういえば、さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよ。ほら、黒いスーツの怖い感じの人。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があって、その支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。怖い。美味しい仕事だったな。テレビにも映ったし。他に使えそうなもんは。何でもや、ご活躍みたいだね。の間では魔法炉爆破の黒幕とされる魔法炉を狙うのは今日よ。うわ、びっくりした。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。あ、内緒だぞ。話したら罰金だからな。う、勉強の時間。1番街、8番街、5番街の避難所にはスラムまで。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。
これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわー、ごめんなさーい。まずは予定を変更して、ミトガレ市民による攻撃。困ってる人を助け回ってるやつだよ。ここはサボテン。真っ赤で停電。細かい部品。高めの材料を穴張って情報。間違ってなかったぜ。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。あ、もしかして恋に出てた？エアリス、点検頼めるか？洗濯用洗剤最新。お、いい。5番がソルジャーさん、一緒にお話聞く？魔航路が壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろ。フォリア先生との約束。私帰るね。知ってる？ウォールマーケットって。えい、終わクラウド？見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。これで全員だね。ハウスに戻ろう。ごめんなさい、フォリア先生。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね？ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。俺たちの秘密基地よろしく。約束違反は重罪。反省であります。お願い、すまないよね。またやりたいな。ああ、そうだ、じいちゃんの魔航路話が止まんねえんだ。Thank you.
やるしかないか。ここまで。じゃあね。集中していく。終わりだ。じゃあ終わりだ。当然の結果だ。片付ける。やってやる。じゃあ。よかった。あまり前に出る。じゃあ後ろから。消えろ。切り替えよう。狙うぞ。えっ。悪くない。集中していく。投げた。落ち着いていけ。はいはい。仕切り直す。あれ？俺が出る。集中していく。切り替えよう。私の出番。行くよ。またね。頑張って行こう。そこから狙える。悪いな。狙うぜ。行け。投げた。油断したな。やっ。取れ。当たれ。そっちは任せる。いいとこ見せなきゃ。そっちは大丈夫？引き受け。当然の結果だ。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物。絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこと。いいですね。はい、わかりました。我慢王退治ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ、見ているよ、愛してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい。先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか、
ん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。うちのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。どう？俺、素質ある？あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。集中していく。撃てろ。隙をつく。行け。出ろ。悪いな。集中していく。狙うぞ。出らっ！行け！
仕上げだ。覚悟はいいか。出らっ出らっ。すっごい、こんなの見たことないよ。なかなか面白かったでしょ。また来てね。どう、俺素質ある？時系団入らない？ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。プレートまで。聞いたぞ。じゃあ空は？何でも人助けをしている若い人がいるんですって。あらやだ。なに？スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない？手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。アバランチったら。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。うん、
これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端診断もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。生命学の本を探しとる。エアリス、こんにちは。エアリスに笑顔をあげてもらった。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報、くれるって。ミレイユさん、あの情報通。自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃なんですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。え？かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでもやさん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。プレートまで。今日も眠れないかもな。諦めるな。お願い。犬怖い。またやりたいな。ねえ、新製品は。お任せ。こう。あんきの。あんた、何でもやだろ。このまま戦争になっちまう。沈め。じゃあね。片付ける。ごめん、急いでるの。やる、頼んだぞ。いいとこ見せなきゃ。悪いな。
辺りを調べようか。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。ないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の騎士殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でも屋と出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ。預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろう。